そうなんです。それで決勝進出を逃してしまったので、なんかほんま、そう、なんか今のタイミングで出るのは自分の中ではもうちょっと出るならタイミングを見計りたいっていうのも正直あったんですけど、なんかマネージャーさんにこう、なんかでもチャンスは何回もあるわけじゃないから、その1回目で挑戦してたらっていう風に声をかけてもらって、悩んだんですけど、ちょっとなんか今回あんまり余裕なんかがないというか、自分の中でちょっといろいろあれなんですけど、それで迷った結果、明日から1週間急遽出ることになったので、すごいリップ出して、なので明日から多分配信、ショールーム配信をすることが多いと思うので、よかったら遊びに来てください。でもなんか前回とかとシステムが変わりすぎてて、どうやったらいいかあんま分かんないので、そうで、なんかそのなんかモデルさんのお仕事はずっとやりたいって言ってて、なんかなんかそれをなんか証明するというか、なんかその自分のやってる姿勢で見せた方がいいみたいな、でもそれは私も思ってるし、でもどっちみち出る予定やって、出たいとは思ってたので、なので明日から出ることになったので、よかったら応援をしていただきたいですっていうのがお知らせです。なんかっていうのがありまして、まだ多分メンバーが公式のやつから発表されてるのか分かんないんですけど、とりあえず NMB から私は出場するので、よかったら応援していただきたいです。配信とかも多分前より一枠長時間でできるのかな。そう、ちょっとあんま分かちょっと前、そう、なんか前は無料の星集めとかがあったんですけど、今回なくなってるから分かんなくって、システムがなんかなんですけど、ちょっと探り探りになってしまうんですけど、なんかすごい良さそうなこと書いてたからスクショしたなので、そう、でもファッションの仕事はしていきたいですし、なのでそうですね、よかったら明日からとりあえず1週間配信あると思うので、絶対に上位2位で絶対に通過したくって、その絶対に予選は突破して絶対決勝にも行きたいし、決勝も去年はなんか結構なんか僅差だったのかな、なんかそんなめっちゃ大差開いてる状態じゃなくって3位に入れなかったので、なので絶対に決勝も行って、絶対に最終審査まで絶対行きたくって、本当に悔しかったので、なのでで、もでも、話し会とかもあるし、去年ほんまに悔しくって、また辛い思いするのちょっと嫌やから考えたんですけど、なんか今後の活動方面とかも考えて、そういうのもしていきたいと思ったので、なんかでも今回ちょっとなんか忙しくって、でも絶対勝ちたいので、勝てる、そのためには絶対私は最善を尽くすし、
と手放す優しい優しい可愛い、映れんもんな、可愛い、でも今日話して思ったけどほんまに偉いなちゃんとな、でもちょっと配信ついてるからあれやけど偉いな、めっちゃすごって思ったから頑張ろう、頑張ろうな。そうだから、うん、でも絶対負けたくないのでごめん、めっちゃ大丈夫、ありがとう、ごめんね、あの心配するけど早く帰り、うん、ご飯も食べ行こうなめっちゃ見守ってくれてる、めっちゃ、でもめっちゃ配信中やからめっちゃさ会話めっちゃごめんな、大丈夫、ありがとうありがとう、カバンもわざわざ下ろしてくれて今日ちょっと似てるくない気をつけてね、バイバイ、出ること決まって昨日決まったんですけど、出るからには絶対に負けたくないし、やっぱビスさんすごい好きで、やっぱあのなんか去年も撮影行かせていただいて、なんかまた来たいなって思ったし、なんかめっちゃ正直に言うとなんかスケジュールとか見れるんですけど、撮影のスケジュールとかあって、もうなんかやっぱ未だに羨ましいなとかいいなってめっちゃ思っちゃう自分がいて、なんかほんまになんか前勝ててたらもしかしたら違ったんかなって思うことがやっぱ1年経ってもあるので、だから今回はどうしても勝ちたくって、でもミニーさんの時はその話し会とかもあったから、なんかあんまり皆さんに負担をかけるようなことあんまりしたくなくってすごい悩んだんですけど、昨日出ること決まったので、もう出るからには絶対頑張るので、よかったら明日配信来てほしい、明日から1週間配信来てほしいなって思います。めっちゃバカみたいな髪が出してるのにめっちゃ泣いちゃった、なぜ泣いてんの、もうやっぱつらい分かろう、ここじゃ言えないみんなは知ってんの理由、うん、なんとなく、うん、出てるの、なんか言っていいってん、なんか言っていいよって、うん、発表メンバーなんか他のグループの方もモデルって言ってたから、うん、でも OK らしい、うん、応援行くからね、ごめんね、めっちゃ忙しいのに、あれからそこ忙しいから、うん、ありがとう、もう生きていけるかないけるよいけるよ、いけるよ、いけるよ、ありがとう、食べ物も持っていくしやった全然全然、なんかまた、うん、好きなの教えて一緒に食べに行こう、うん、食べ行く、じゃあご飯、ご飯行こう、ご飯行こう、じゃあそこでご飯、うん、食べる、そう
っちゃごめん、なんか決まったからしょ、泣いたってのあれ見てるもんだって。そう、適任適任頑張る、優しい、やばいやばい、ちょっと今優しくされたらやばい、どうする、鬼になるじゃん、やだやだ、みんな優しい、大丈夫だよ、頑張る、いけるよ、マコも前めっちゃ忙しいのに頑張ったもんな、体調がなんとかなるから大丈夫そう、頑張る、ありがとう、心強い桜田ファミリアの皆さんがいるからね。マコチーム、マコチームが行きます。マコチームの皆さん、優しい、来たら行こうね。ありがとう、ありがとう。食べてね、本当に。うん、ありがとう。お疲れ様です。もう帰れって顔してる。うん、まあ、もうかき揚げ食べてたら催促された。マジか、帰ろう。お疲れ様です。バイバイ。ちゃうもんね、超なんかなんかメンバーと普通に話してるのめっちゃ垂れ流しみたいになっちゃったけど、でもなんかでもみんなめっちゃ優しいからメンバーもやし、ファンの人方もやし、だからでもやっぱそのなんかあんまこういう話するの良くないからあんまり言いたくないけど、うん、そうやな、でも、ね、だから勝ちたいなって勝ちたいので、すいません、ちょっとめっちゃコメントめっちゃ読めてなかった、めっちゃ流れてた、なので頑張りますすいません、あ、まあ、そんなしんみり配信する予定じゃなかったのにそう、なので明日明日から配信あるから、ちょっとなんかでも今回どんな感じかあんま分かんないですけど、頑張りますということですいません、めっちゃギフトめっちゃ投げてもらってるのにすいません、読めてなくって、あのタワーもね、ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、キャベツさん、丸さん、と堀一さん、達郎さん、リッキーさん、靴ひもさん、ちょっと読めない、英語が読めないんですけど、ピュンさん、リッキーさん、コンペイトーさん、クロモンタさん、トップティーのおしょうさん、マルさん、コーナーさん、吉村さん、トップティーのおしょうさん、マルさん、大きな M さん、ゲンタさん、ミツさん、リッキーさん、リョウジさん、ありがとうございますということで、めっちゃ申し訳ないんですけど、イベント期間、そう、明日の夕方の5時からとりあえず配信イベント始まるので、タイムスケジュールちょっとまた一から組んで、ちょっとなんかあんまりちょっとほんまにどんな感じで組めるかちょっと今バタバタしてあんま分かんないんですけど、ということでありがとうございます、あ、ランキング読みますね、フレンドちゃん13位ありがとうございます、12位リッキーさんありがとうございます、11位まさひろさんありがとうございます、10位コウタロウさんありがとうございます、9位大きな M さんありがとうございます、8位くつひもさんありがとうございます、6位7位野原しんのすけのすけさんありがとうございます、6位トップティーのおしょうさんありがとうございます、5位福山のたこさんありがとうございます、4位吉村哲也さんありがとうございます、3位チキン玉さんありがとうございます、2位みずりんさんありがとうございます、1位ちょっと名前が読めないんですけどありがとうございます、でもビスさんが好きなのはほんまに去年もなったんですけどほんまに変わらないので、やし好きやし、ずっとやっぱやりたいって思ってるお仕事の分野なので、だからそれはもう絶対に頑張るので、また応援よろしくお願いしますっていう、すみません、めっちゃしんみりさせちゃってということで、ありがとうございました、バイバイ。